WRESTLE-1. エースとならず者。会はもう留守要員だったのでね。真田の留守は任されたけど、結局真田がいたら真田がメイン。所詮その補欠要員か、補欠か、2番手。それで、でも俺は当日見に来てくれるレッスルワンのファンのために戦うし、お前はそうやって俺との戦いから話をすり替えて逃げてるんじゃねえ。お前らこそもう終わりだよ。レッスルワンのエースカイ、旗揚げからここまで団体の威信を背負い戦い続けてきた男だが、その道のりは苦難の連続。周囲の罵声に腐りかけた時もあった。お前なんかよ、一生エースやっとけよ。レッスルワンとしてお前はいらない存在だ。だがそれでも戦って、戦って戦い抜いて真のエースとして覚醒を始めた回。レッスルワンのならず者、河野正幸。団体旗揚げから狂い始めた歯車。理念とかそんなもん関係ねえし、俺今日から好きなようにやらせてもらうぞ。おい、徒党を組み結成された悪の権化デスペラード。レッスルワンとのチーム、俺たちがデスペラードだ。望むのは力による変革。好き勝手やってきて、レッスルワンの中心にいるから、一番レッスルワンしてるのは僕らですよ。このリングは純粋な戦いを求めに行くんだ。お前はそこから逃げた、逃げるんじゃない、俺で戦え。正義を貫き頂点に上り詰めた男、悪に身を染め頂点に君臨する男。正義と悪の頂上対決だが、エースに緊急事態が。デスペラードとの前哨戦で左足を負傷した回、歩くこともままならない状態で強行出場する。情け容赦のない攻撃。そして河野正幸に乾杯。レッスワンのエースとして工業に穴を開けるのはダメだと思って強行的に出させてもらったんですけど、こんな惨めな結果になって見に来てくれたファンの人の申し訳ない気持ちいっぱいです。窮地に陥った回、選手か。前哨戦となった 6.27 後楽園。悪の方程式が決まってしまった。スープのところカウント 2.9、 ビッグブロスカウント、さらに抜きのところへ追入、完璧にトライ入った。エースの覚悟、スプラッシュブロッチャー、完璧。カイが河野を破る。河野、お遊びは終わりだ。両国で俺に負けたらデスベラと解散しろ。一回ぐらい勝っただけで調子に乗んなこいら。そんなに解散してほしいか、なら両国解散かけてやるよ。あ、ただな、てめえもなんかかけろ。あ、その真っ赤な髪の毛かけろ。髪の毛でも何でもかけてやるよ、この野郎。どういうこと言ったのこの野郎。両国デスペラードの解散マッチ決定。こうして解散と髪をかけて激突する両雄。絶対に負けられない戦いを制するのは、
デスペラードはデスペラードなりのやり方で絶対解散しないから。あいつも分かってるでしょ、俺たちのやり方は。負けないための法則は。河野、お前がデスペラード全員で来ようが、俺にはレッスル1ファンがついてる。怖いものはないぞ。絶対に勝つ。神切りオア軍団解散スペシャルシングルマッチ、カイ VS 河野正幸。昨年 9.8 TDC ホールレッスル1旗揚げ戦、誰も予想だにしなかった男の造反劇。後にデスペラードと軍団名を発表、このリング内外で好き放題に暴れ回ってまいりました。今日はそのデスペラードのドンとして解散をかけたシングルマッチ、いつものようにデスペラードのメンバーとともに我が物顔の入場シーンです。戦いから逃げているつもり、おっとその手にはバリカン。戦いから逃げてるつもりは元ないんだ、お前のプロレスを押し付けるんじゃない。自称エースの髪の毛を借り、再びリングジャックなるでしょうか、それとも見納めか。おっと放送席の目の前、ああ何か、おっと私に対して辻を出せ辻と、あなたの試合は辻アナが実況するまではありません、私が実況します。神切りマッチ、放送席にもイチャモンをつけてまいりました河野正幸。きっと今日このデスペラードの姿が最後になるでしょう。今バリカンを手にデスペラードのドン河野正幸リング上です。元マッチメーカーとの因縁に蹴りをつけ、外敵日野雄二にも借りを返しました。自称という文字が消え始めたエースの前に立ち塞がったのはならず者の男たちです。メインイベントのタイトルマッチで敗れた4ヶ月前、そこから一歩ずつ這い上がってまいりました。エースへの階段を一段一段登ってきました。左足の怪我が危惧される中、それでも逃げず戦いの場へ今足を踏み入れます。因縁決着に自らの髪の毛をかける手負いのエース、誰が何と言おうと勝たなければいけません。本日のセミファイナル敗者神切り終わ軍団解散マッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナーデスペラード、193センチ115キロ河野正幸。負ければ軍団も発言権もなくなってしまいます。デスペラード河野正幸、180センチ100キロ、カイ。この戦いの先に待っているのは絶望か希望か、答えは自分で出すしかありません。エースカイ、7.6 両国国技館インパクト。第9試合は敗者神切り or 軍団解散スペシャルシングルマッチ、カベジェラコントラ解散、エース対デスペラードのドン、満ちたプライドをかけた一騎打ちです。河野のセコンドにはいつものようにデスペラードの面々、そして甲斐のセコンドには曽谷学がついています。 6.27 ゴールデンホール大会ではタッグを決めました。エプロンからデスペラードの面々を下げます。リング内1対1の状況、常に行けよ。
解散か紙切りか、今運命のゴング。場内は早くも開コールでしょうか。敗者紙切り王は軍団解散スペシャルシングルマッチです。さあ、カズ林さん、いよいよこのレッスルワンの未来を左右する大事な一戦を迎えましたね。そうですね、甲斐選手はね、毎回毎回、やっぱり最初自分でこう一生懸命エースエースと言ってたんですけど、はい、毎回こうメインイベントをエースとして締めて、自分でこう実績を作り上げてきたっていうような感じがしますよね。そうですね、ちょっと待ってください。そしてやはりこの場内のデスペラードの面々がリング内に介入しようとします。セコンドの西良寺の手には何か金具のようなものが握られておりました。カズさん、やはりこれなんですよね、河野は事前の会見でも堂々と、もうどんな手段を使ってでも勝負に勝つんだという宣言をしておりました、はい、そうですね、やっぱりこうやって一試合一試合一生懸命自分でこうね、エースの階段を上り始めてる、上ってる回のこの気持ち、それをね、こう茶化すように他のデスペラードの連中にね入ってもらいたくないんですよね。本当に1対1で戦ってもらいたいと思いますね。新井さん、はい、ただ甲斐はその全てを受け止めた上で、グーの音も出ないようにして勝つと宣言をしていますよね。ただね、現実問題としてファンがついているとはいえ、やっぱり数の差では負けますよね。ソヤ選手がセコンドについてきてくれてますけども、今もう一人ヤマト、そして稲葉の姿も一応見えていますね。なるほどね、はい、ドロップキック。ただ本当に甲斐選手はね、階段上がってきてますよね、TDC ホールで襲われた日野選手とか、あとセコンドについてる曽谷選手と一騎打ちで決着をつけて、はい、で河野選手との今甲斐が飛ぼうというところ、下から蔡、そして坂本レネデュプリが攻撃を加える。放送席の目の前、いやこれだよ。蔡良寺はまたこのコールドスプレーを完全に使い方を完全に間違っています。この男、コールドスプレーの使い方を全く知らない蔡良寺。いや、まさにこの熱戦に冷や水をぶっかけるようなコールドスプレー攻撃、これはいけません。いや小林さん、これはね、戦う者としてあるまじく行為ですよね。これはダメでしょう。これはダメです。本来は男と男の一騎打ち、真剣勝負でなければいけません。それが見たいです。そういう戦いが見たいですね。いや、ただどうでしょう、団体のエース小林さんも現役時代団体を背負って常に戦ってまいりました、はい、その中でどんな試練でも乗り越えなければいけないということはあるんじゃないですか。試練は乗り越えないといけないですけど、それならこのセコンドの数も同じようにしないといけないですね。なるほど、さあそのチャンスに乗じてバックエルボー、カウンターのバックエルボー、いやしかしカウント1で返してまいります。回試合はしっかりさせてあげたいですよね。そうですね、そして新井さん、一つですね、はい、もう一つ危惧されるのが甲斐の左足の強度なんですよね。6月18日の大分大会ですか、はい、そちらで痛めて、もうその後欠場とか出場を繰り返しながら来てますけども、はい、今日どこまで回復してるか。そうですね、はい、そしてやはり場外に落とされるとこのようにデスペラードが手を出してまいります。これどこから来るか分かんないですからね。なんとかデスペラードのセコンドもですね取りに入るんですが、ただやっぱりこういう戦い方はやっぱりデスペラードの方が全然慣れてますからね。そうなんですよね。そして河野はカイを花道特設ステージに連れ回していく。そこには椅子があるぞ。192センチの上背を誇ります河野がハイアングルのボディスラム。さらにちょっと待ってください。これは足をタイの左の足を椅子にセットした。これはいけません。大分大会では左足の測定筋膜炎と診断されたそのタイの左足。
あ、セコンドの曽谷もやられています。いや、カズさん、本当にね、あの甲斐の左足の怪我は骨折していないのが奇跡だと言われたぐらい重傷なんですよね。そうですね、たまたまこの、まあ、不幸中の幸いぐらいまで、はい、だったんですけどね、まあ、怪我もそうですけど、やっぱこのね、純粋な会のこの戦いたいという気持ちをこう逆立ちする態度は嫌ですね、見てて。あ、しかし無情にも場外カウントは数えられます。早くも河野は1人リング上、と戻れるもんなら戻ってみろと言わんばかりの構え。あ、場外ではソヤとデスペラード、レッスル1のセコンド勢とデスペラードがやり合っています。あ、カウンター14、赤いがちょっと足のダメージが深い、登ることができません。カウント16、17、あと3カウントで髪の毛が危ない危ない。しかし戻ってきしな、すぐさまその痛めつけた左の足にダメージを加えてまいります。河野正幸、ただこの河野は一時期は甲斐をデスペラードに勧誘した時期もありました。3.22 後楽園、甲斐をデスペラードのエースとして勧誘しました。しかし 5.22 後楽園、甲斐にデスペラード入団を断られると一気にリンチ状態、この因縁が生まれたわけであります。小林さん、やはり痛めつけられてるね、この足を攻められると動きが止まってしまいますよね。結構きついですね。常に河野が余裕を持っての戦いです。あ、両国のお客さんがカイコールで後押しをする。カイは言いました、俺一人で戦ってるんじゃない、両国は俺一人じゃない、しかし厳しい現実がある。カウントは2、カウントは2です。あ、いいね、バックドロップなんですよ。はい、河野選手もね、すごいいいもの持ってるんですけどね、悪いことしなくてもいいんですよね。いいんですよ。あー、ダメです、ロープに走ることができない。テイクドロップキック。あ、この辺りこういった細かいゲートも見せてまいります、河野正幸。さらに 2位をかわしておいて、んぜい。さあ、さらに痛めた足で何を出していこうというんでしょうか。あ、ビッグブーツ78式持ってまいりました。さらにフライングバスター、自分よりも12センチも大きな河野正幸を気持ちでぶん投げてまいりました、エース甲斐。まあ、ただ新井さんね、甲斐はこれ以上苦しい時期何度も乗り越えてきたでしょうからね。そうですね。あ、ここはスワンダイブ式のミサイルキック。まあ、ですからここはね、なんとか勝ってね、次へつなげたいんですが、まあ、甲斐選手にはね、この後ゼロワンの火祭りも待ってますからね。そうなんですよね。さらにデビューバーカーデスマッチもあるんですよね。あの大きな大会試合が続きますんで、ここは坊主では乗り込めないですよね。さあ、早くも得意技の LAT、 その対戦に入りました。仕掛けることができるかどうなのか。コーナーがボディへ一発二発、逆に上げてきた、後ろに着地。いや、しかし着地するだけで足が痛い。刺していく、カウンター、エズイリー。さらにビッグブーツもう一発加えてまいりました。片指固めは甲斐、一発。さあ、再び一気化成に攻め込むことができるでしょうか。 LAT の体勢だ、今度は上げた、今度は上げた、真っ逆さま LAT。 さあ、これでどうだ、デスペラード終わりか。いや、まだです。河野もここはキックアウトしてまいりました。さあ、ただカズさん、これ甲斐の必勝ボタン入ってますね。必勝ボタン入りましたね。さあ、 LAT から、ね、狙ってますよこれ。なんと村山大地レフリーを河野が引きつけてる間に下から椅子攻撃。そして、あ、西良二がここで介入してまいりました。なんとトップロープから流れ式ブレンバスター。いや、もう小林さん、これ試合めちゃくちゃですよ。これダメですよ。さあ、ラリアット、風間坂本も突っ込んでくる。さらにレネデュプリもラリアット。あ、もう一発、
のブラインドをついてやりたい放題デスペラード、さらにハイアングルのチョークスラム、カウントを迫る、こんなのでいいのか、カウントは2。いやただ新井さんね、河野は言ったんですね、手段を選ばないんじゃない、いろいろな手段があるんだと。そうですね、無限の手段というか、はい、2連投はもらってしまった、まさにもらってはいけないもの、もらってしまった、カウントは2。まあヘレキツにも聞こえるんですが、でもその通りでもありますよね。で俺たちが一番レッスルワンしてるじゃないかというね、そういうね、その考え方もね、オリジナルということを考えればその通りではありますよね。その河野が仕上げにかかる、ジャイアントにいや、しかしそうするともう堂々とデスペラードの2人が入ってくる。お、怒りの背中、いや入ることができない、ツープラトン攻撃になって、お、グリップを切っていって書いてある、ジャイアント。そしてエプロンの風間、坂本にも一撃、自らの力で敗北してまいりました。普通に考えればチャンスなんですけど、ただこれがチャンスと言えるかどうか、甲斐選手に。そうですね、もうほぼ1対4のハンディキャップマッチを戦っているのと同然のような状況。それでも真のエースになるために愛は戦い続けます。リング中央、足を止めてのエルボー合戦、お互いに引けない、引くことはできません。髪の毛とデスプラード軍団解散がかかっている。男の男の一騎打ちと言いたい、そんな戦いが見たいリング上。さあコーナーが走るビッグブーツ、さあ裏からセカンドロープから向き直って、ランゼン三振巻き返す、おーいいとこ入った、完璧に捉えた、急所を捉えた、どうだ、カウント、カウント2。あの少なくともこの時間は甲斐選手が望んでいる戦いですよね。そうですね、ですね、そうですね、ただこの後ねデスペラードが入ってくる可能性は高いので気をつけないといけないですよね。 3.2 両国では武藤ジャパンのエースとしてタイトル奪取はなりませんでした。苦難の道を自ら歩んできた、選んできた甲斐、しかし徐々にその道が開けてきたところ、その前に立ちはだかったのはこの男、エンザイン、それでもコールが倒れない、強烈な一撃を返し、おナックルパート、ナックルパート力なく崩れ落ちた、コールがやばいですね、コールが崩れ落ちた、どうだ、カウント、おーギリギリ肩を上げます、変なアルバイトしました、ね、そうですね。さあ甲斐がどうする、再びまさに挟んだ、パワーバム、サンダーはパワーバムバムバム、どうだ、カウントは2、カウントは2、小林さんよく返しましたね今、ただ甲斐はあと一歩ですね、あと一歩ですね、もう続けていかないといきません、さあ仕上げにかかるか、アーコーナーから引かれたくるぞ、スプラッシュブランチャー、決断が待っていた、エースの一連挫折、ダメだダメだ、決められなかった、いや新井さん、はい、あと少し、そうですね、今ねセコンドも必死にね乱流を食い止めたんですが、はい、惜しかったですね。逆にピンチに追い込まれたのはエースカイ、デスペラードのドン、コーナーが膝からネックハンギングバム、どうだ、返せるか、ダメか、おー返した返した、また返した、さあそうすると今度は逆にコーナーがトップロープだ、コーナーがトップロープだ、あーまずい、大のジエース、大のジエースにジャンピング、2ドロップ、ジャイアント2ドロップ、終わったか、3つ、おー危ない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 、いやー終わったかと思いました、これ寸目のところで肩を上げました、完全に壊した、今リング上は1対1ですからね、ショートレンジの2リフト、さあ再びカバーに入った、このどうだ、カイの表情が危ないか、目が薄ろか、瞳孔が開いているか、両国のお客さんがカイを後押しする、かつての因縁、それを超えた、それも後押しするんですが、ジャイアントシャイニングウィザード、まさかのシャイニングウィザードだった、さあ今度こそ、まずいまずいまずい、ジャイアント2ドロップ食らってしまった、返せるかカイ、
のエース高笑いはデスペラード。こんなことが世の中ばかり通っていいんでしょうか。目を閉じたまま回再び暗闇をさまようということになってしまいそうです。いや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 、カズさん、はい、デスペラードが勝ってしまいました。いや、最後の追い込み素晴らしいは素晴らしいですけどね。あ、マイクです。あんな途中でやってもらいたいじゃないですわ。俺たちがレッスルワンのトップチームデスペラードだ。おい、カイ、分かってんな、お前、自分で言ったよな。カウント3入ったのはこっちだよな。ただよ、カイ、俺たちもよ、そんなにお前の髪に興味ねえんだよ。そしてお前を髪を切るほど暇じゃねえんだよ。君のめんどくせえからよ、おい、そこのうるせえセコンド誰かやれよ、おい、おい、そのもちゃもちゃてめえ見たかったから来いよ、マッチメーカー来いよ、マッチメーカー呼びたんだよ。なんと河野がそやを締め、来いよ、ほら、コーラゲで調子乗ったな、お前、上がってこいよ、ほら。あ、その言葉にソヤがこうします。エプロンサイド、はい、ソヤ君、はい、得意でしょ、はい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 、バリカン持って、おい、やれよ、おい、マッチメーカーやれよ、ワイルドに買ってくれよ、ワイルド狩りにしてくれよ、おい。徹底的に小馬鹿にしてまいります、河野。ひどいな。やれよ、うるせえよな、やれよ、何がやりたいんだ。その手にはバリカン、お、なんと甲斐が、ああ、自ら頭にバリカンを入れました。男らしいな、甲斐な。ただお前、坊主になってしっかり今までのこと反省しなさい、バーカ。最後は至ってシンプルな2文字でエースを罵倒してまいりました。おい、おい、どうだ、お前、お前は何が言いたいんだろう。散々な、好き勝手やりやがって、お前は何がやりたいんだよ。うるせえ、俺が普通か、ほら、お前らが、いや、こう、お前が一人で何もできない。そこにいる2人、3人で束になってしかできねえんだわ、こうだ。次は俺がお前とシングルマッチでやってるよ、俺がやってるよ、逃げんなよ。おい、はい、おかい、お前はレッスルワンのエースじゃねえのかよ。最後は厳しい言葉、激とも見下り半とも取れるマイクを残してソヤは穴道を下がります。負けた時にこういう言葉きついですね。カイは何もないのか、そのままリングを降りた。さまよいレース、これからどこに行くんだ。